はい、今日は、ラボ内に新しく入ってきたインターンの方とか、あと僕が、雇っているテクスターさんとか向けに、ワークフローの作り方の研修みたいなのをやったんですけど、その時の資料を一部共有したいと思います。で、といっても結構その3日間ずっとやってて、で、ワークフローの意義とか、プログラミングの準備として、本当に Mac の使い方とかからやって、で、うちのサーバー上での操作と、Linux コマンド、シェルスクリプト、アナコンダ、ドッカー、シングライティっていうところまでをやった上で、ようやくスネークメイクの話をして、で、自分のデータ解析のワークフローをスネークメイクで構築してもらって、で、最後 GitHub で公開するっていう、ところまでをまあやってもらったんですけど、まあちょっと長いので、1日目のと2日目のところはだいぶ端折って話したいと思います。で、最初にワークフローの意義みたいな話で、なんでそのコードをワークフローにした方がいいのかっていうことで、まあ、よく言われてるのはデータ解析の再現性を少しでも向上させたいからっていうことで、ツールや参照データのバージョンの違いや計算環境の違いなので、他人のコードを動かすのは良いではないし、あと、計算内容と計算資源の話を分離させたいっていうのもあると思います。まあ、なんか各種、スネークメイクは、各種ジョブスケジューラーに対応しているので、スネークメイクの後の書き方を、オプションを変えるだけで、ジョブの投入先が切り替えられるのが、まあ、かなり魅力かと思います。あと、書き捨てたコードは数ヶ月もすれば自分でも読めなくなるんですけど、なんか既存のワークフロー言語の流儀に従ってコードを書くことで、まあ、可読性は向上するんじゃないかなと思います。有名なワークフロー言語としては、スネークメイク、ネクストフローとか、WDL、CWA とか、ギャラクシーとかあって、なんかワークフローって言い方をされる前は、パイプラインっていうことを言い方をされてたと思うんですけど、まあ、ちょっとその違いはちょっと僕はよく知らないです。で、再現性っていうことに関しては別にワークフローだけではなくて、いろんな技術があるわけで、で、開発者が何か、新規のデータ解析手法やデータベースを作って、公開して、で、それをユーザーに使ってもらうってなったとき、なんかネットに、まあ、クラウドにこう置いて、誰でも自由に取ってきていいですよって状態にするわけなんですけど、再現性をどこが担保するのかっていうので、R のパッケージ、まあ、CLAN とかバイオコンダクター、レポジトリとかに登録していれば、まあ、このレポジトリが動作確認、テストをしてくれますし、Python だったら PyPy とか Conda4j とか BioConda とか、Julia は GitHub レベルでやってる人が多いと思うんですけど、あとソフトウェアレポジトリとして GitHub、GitLab、Bitbucket とかあって、まあ、こういったツールが、この前は GitHub Actions 使ったと思いますけど、まあ、それ以外にまあ、CI ツール、トラビスとか、サークル CI とか使えば、どうす、まあ、少なくともどっかの環境では動いてるっていうことはわかりますし、あとユーザーへの渡し方のところでも、まあ、手順書としてリードミーとかドキュメントをちゃんと書けば、まあ、ユーザーが動かすことはできると思いますし、あと仮想環境の構築手順は、なんかアナコンダの、環境のリストとか、あと、ドッカーファイルとか、あれば、まあ、その環境を作るやり方を渡すこともできますし、まあ、その環境ごと渡したいってなったら、コンテナイメージとして、ドッカーハブ、シングライティハブ、バイオコンテナロッカーとかあります。で、あと、ノートブックとしては、Google コラボとか、バインダーとか、Azure ノートブックとかあって、で、ワークフローもその中に、こういった流れの中にあるっていう。
のがあります。ここら辺を、見て勉強しました。で、そこでいろんなことを教えた後、3日目として、ようやくスネークメイクを書き始めたんですけど、練習としてこういうことをやりましたっていうので、うちのラボが出しているラムダセックのデータが、669細胞分のデータなんですけど、これをファストQダンプっていう、コマンド実行すればデータを取ってくることができて、で、こういった NGS のデータはファスト QC をかければクオリティコントロールができるので、まあ、669個のファスト QC のレポートを吐き出して、で、それを最後マルチ QC っていうツールで、まあ、こういう見やすい一つの、レポートのページにすることができるので、まあ、こういう感じのワークフローを、作りました。なんで、ここもデータ取ってくるところ、669回だし、ここも669回レポートを吐くんですけど、ここはそれらを最後集約して1回だけ計算するっていう流れです。で、さっきのようなことをやりたいとき、どうやってコードを書けばいいのかっていうことで、あえてまあシェルスクリプトでやってみるところから始めました。なんか人の作ったワークフローとかを見るとかなりこう出来上がったものを最後見るとかなり抽象的でしかも規模がでかいのでなんか結構圧倒されちゃう感じがあると思うのでなんか本当に小さいところから少しずつこう拡張して最後大きいものを作るっていういう流れでなんかちょっと進めたくて、あんまりそういうドキュメントとかもなかったので、自分で考えたんですけど。で、まあ、なんかシェルスクリプトで書いてみたんですけど、まず、メイクディレクトリーでデータの置き場所とか解析結果の置き場所をこう、設定して、で、これは、僕がインストールしたツールのパスですね。で、これは、SRR の ID です。で、この ID ごとに、法文で何かしら処理をするっていうので、で、ファスト Q ダンプでデータ取ってきて、ここに保存する。で、標準出力とか標準エラーは、こういうログってところに吐くようにしました。で、ファスト QC は、この取ってきたファスト Q に対して実行して、アウトプット先としてはここを指定しています。で、最後、この法文が抜けたら、マルチ QC で、マルチ QC の使い方は本当に簡単で、なんかものすごいたくさんのツールに対応してるんですけど、ファスト QC のレポートが置かれた場所を指定すれば、それだけでなんか、どのツールの解析結果っていうのを自分で独自に判断して、レポートにしてくれるっていう、なんか、すごいなんか、恐ろしく便利なツールなんですけど、これを最後、アウトディレクトリでここに吐くようにしました。で、これはどこが、このワークフローが良くないのかっていうのを、いろいろ、考えてもらって、でまあ、少なくともまあ、まず毎回メイクディレクトリ切るのが上々っていうのはありますし、スネークメイクとか使うと、こういったディレクトリってのはなければ、自動で作ってくれるし、あれば何もしないっていうことをやってくれます。で、やっぱり一番問題なのはこういうファスト Q ダンプとかファスト QC とかマルチ QC とか、こういうあとタイムもそうですけど、まあ、こういうコマンドが、なんか環境が変わればもう、そこにそういうコマンドがあるか保証はないっていうのがあるので、まあ、コードのポータビリティが下がるっていうのはあります。で、あと、パスも、そう、もし環境が違えば、こういうホーム後期のどっかに置いてあるとかいうこと自体意味がなさないので、このパスも意味がないですね。で、あと、この ID で、こう、
もう800回ぐらいフォー文を回すっていうのがあるんですけど、これだと一つ一つ実行するので遅い。なので分散して処理したいっていう時に、かなり、もったいないというか不利な書き方をしています。でしかもなんか、一つ一つやっていて、一つでも失敗したら全部最初からやり直しになってしまうっていうのも問題だと思います。でこういったところは、まあ、スネークメイクは全て解決してくれるわけで、そうですね。最後も、これも、なんか途中までうまくいったものは、まあ、やらないで、まだ結果が出てないところだけやり直すことが簡単にできるので、まあ、そういったのもあって、スネークメイクを使った方がいいんじゃないかなと言いました。で、なるべく小さいところから始めたかったので、まずは1個のサンプルで、しかも1個のルールを作るだけ。例えば、この、SRR ID のファストキューを取ってくるっていうだけ。ファストキューダンプっていうルールを1個作りました。で、書き方としては、みんなその慣習的に一番上にルールオールを置いて、インプットのところに最終的に出力されてほしいファイルを書きます。で、このルールファストキューダンプは、インプットはなくて、このルールからいきなりファイルが測れるので、アウトプットタグで、このファイル名を書いて、あと僕は、ツールのメモリー使用量とか、計算速度とかを測って、なんか比較とかするのもよくあるので、そういったところはベンチマークっていうふうに書くと、勝手に、そういった情報が入ってくれるみたいです。でログは、こういったログズってところでこう置く場合が多いみたいです。で、こう、まあ、最終的にここに測れます。で、まあ、ここであえて、まあ、フルパスでファストキューダンプ書いて、ここに SRR の ID を書くだけで、ファストキューが取ってこれます。で、スネークメイクにはドライランっていうものがあって、実際に実行はしないんだけれども、まあ、この、そもそもこのスネークファイルの書き方がちゃんとしているのかっていうのを、チェックする機構があるので、まあ、まずはそれを最初にやることっていうのと、あとこの、ルールの依存関係を、DAG でこう表示してくれる、まあ、スネークメイクの後、-DAG って打つと、そういうグラフを書くことができて、で、それをこう、グラフビズと組み合わせると、PNG とか PDF とかに入ってくれます。で、まあ、こういうことをやって、特に問題がないようであれば、実際に実行するってことで、ローカルマシン上で実行する場合は、スネークメイクコアーズ。で、ここに、使うコア数を設定します。で、次のレベルとして、今度は全ルールを1サンプルに対して実行しました。で、こう、数珠つなぎみたいな感じで、ファストキューダンプは、このファストキューを出すんだけど、ファストキューシーはそのファストキューをインプットとして受け取って、で、アウトプットとして HTML レポートを吐く。で、マルチ QC はそういった HTML をインプットとして、マルチ QC の HTML を吐くと。で、最終的にこれが欲しいので、それを一番上のルールオーデンのインプットとして書いておくっていうことをやりました。はい。で、だんだん込み入ってきて見づらいっていうのもあって、シェルスクリプトにフルパスで書いてたコマンドとかを移しました。あと、うちはそのオープングリッドエンジンとスラームで両方投げれるハイブリッドの環境なので、僕はそういった Qsub とか Sbatch のオプションは、シェルスクリプトのこの上の部分に、書いておくってことをよくやってます。で、両方書くことができて、Qsub を実行するときはここは読まれて、ここはただのコメント行で、逆に Sbatch をするときは、このシャープ Sbatch のとこだけが読まれて、ここはただのコメント行になるので、それで自由に切り替えられるように、なので、まあこういう書き方を、進めました。
で、スネークメイクでのジョブの投げ方としては、オープングリッドエンジンに投げる場合は、スネークメイクの後に、ハイフンハイフンクラスターで Q サブっていう風に書きますと。で、あとは、これは、まあ、特にうちのラボがそうなんですけど、NFS のファイルを同期するときになんか、ファイルが生成されるまでかなり時間がかかる場合があって、ジョブは終わってるけど、ファイルが書かれていないみたいな不思議な状況が、たまに起きるので、まあ、なんか10分ぐらい、最悪の場合待つみたいなのもここに書きます。S バッチの場合は、ここを S バッチと書くだけです。で、この S バッチの後とかに、さっきのこういうコア数を4にするとか、投げる先を指定するとか、オプションをつらつら書くこともできるんですけど、僕はあんまりスネークメイクの後に長く書くのが好きではないので、それのシェルスクリプトの方に書きたい派っていうと言ってます。で、次のレベルとしては、全サンプルで全ルールを実行することをやりました。で、先ほどは1個の SRRID しかなかったんですけど、今度は、700ID ぐらいあるので、まあ、こういうふうにその Python のリスト内方表記でしたっけ。で、作って必要な ID を全部配列として持ちました。で、さっきまでのコードを一部変えてるんですが、これまでその SRRID の何番とか書いてたところを、こういうふうにカッコサンプルっていうふうに書いています。これはワイルドカードといって、まあ、ここに書いてあるように、その、大文字のサンプル図っていう配列の中の要素を、一つ一つを、まあ、小文字のサンプルっていうふうに取り出して、まあ、ここに全部代入して実行してくれるってことをやります。で、あと、まあ、注目すべきところは、マルチ QC のところでエクスパンド関数を使っているところで、まあ、要するに、これはまあ、669回、同じことやるルールで、これもそうなんですけど、マルチ QC のところは、669個のファイルを、が全て生成されているっていうのを判断して、最後1個の処理をするだけなんで、ここでまあなんかその合流が起きているので、まあそういったところでは、エクスパンドを使って、インプットとしては669個の HTML、ファスト QC の HTML ファイル全部を指定して、で、アウトプットは1個の HTML っていうふうに書くことができます。で、このワイルドカードの設定の仕方は、他の人の GitHub のコードとか見る限り、まあ、2パターンあって、まあ、こういうふうに自分で今回用意したやり方もあるんですけど、例えばなんか、データディレクトリの中のファスト Q の、この前の部分の文字列を、ワイルドカードとして使うみたいな人もいます。グローブワイルドカーズみたいな関数を使って、で、多分別のユーザーにデータ以下になんかデータ、実際のデータを置いてもらう。それでなんか使ってもらうとか。それなんか自分、今回はなんか使いたいファスト Q の ID が決まってたんですけど、任意のファスト Q のファイルでもこのワークフローを流したいみたいな時は、まあこういうふうに書くのかなっていうふうに思います。で、レベル6で、このくらいからようやくその再現性のあるワークフローが書けてくるんですが、コンテナータグっていうのを使います。で、コンテナータグの中に、こういう Docker イメージの、レポジトリ名、ツール名、タグ名みたいな順番に書くことによって、自分がローカルに入れたツールではなくて、こっちの方のツールが、使われるようになります。で、ここの、シェルスクリプトの中身も、さっきみたいにこういうふうにフルパスで書くんじゃなくて、
ファスト級ダンプっていうふうに書くだけですね。っていうふうに編集をして、コンテナタグを全箇所に使いました。で、これは、シンギュラリティを使って、まあ、こういうそのイメージが今実行しているマシンにない場合は、取ってくるということを自動でやってくれるので、スネークメイクの後に、まあ、この use singularity っていうオプションが必要です。はい。で、これ簡単なんですけど、あと、コンダタグで再現性のある環境を作ることもできます。こっちは、僕は、なんか作り込み作業が事前に必要だと思ってるんですけど、例えばなんか、アナコンダで、コンダクリエイトでマイエンブって環境を作ったとして、この中にさっきの SRA ツールとかファスト QC、マジ QC をインストールして、で、コンダエンブエクスポートっていうコマンドで、この環境を作る上で必要だった依存パッケージをすべて YAML 形式で、リストにしてくれるので、でこの、環境の情報をこのコンダタグの中に書きました。で、あとは、コンダを使う場合は、use コンダっていうオプションがあるので、それをつけます。この use コンダと use singularity は一緒に使うこともできて、まあ、このルールはコンダでやりたいけど、こっちは singularity でやりたいみたいなこともできるみたいです。で、レベル8がまあ、最後ですけど、ラッパータグっていうのもあって、スネークメイクラッパーズっていうのを、このスネークメイクの作者たちがまあ作ってるみたいで、まあ、なんか有名どころのバイオインフォツールを全部コンダ環境として、作ってて、で、ラッパーのタグの中にそのツール名みたいなのを書いておけば、そのツールを勝手に使ってくれるっていうので、で、ラッパーを書いて、けばまあシェルタグすら書かなくてよくて、まあ、ただしその注意すべき点としては、ワイルドカードの名前っていうのは向こうが勝手に決めてるものがあるので、それと同じように書かないと動かない。あとオプションとかもなんかエクストラっていうパラメーターが向こうが用意してて、それも用意しておかないといけないみたいなのがあって、入力出力みたいなオプションとかそういったところはきっちり向こうに合わせて書かないといけないのはあります。で、使うときは use コンダオプションを使います。で、ただ、僕はここまでは使わなくていいんじゃないかなと思っていて、レベル6、7ぐらいが現実的かなと思っています。というのは、スネークメグラッパーズは使っているツールがまだ少ないっていうのもあるのと、まあ、シェルスクリプトを書かないっていうのは、デメリット、僕にとってはデメリットで、まあ、グリッドエンジンとかスラムのオプションが、ファイルに書き込めないので、そうするとスネークメイクの後のオプションがかなり長くなってしまうのがちょっと嫌だなと思ったので、僕はあまりここまでは書かないかもしれないです。はい。で、今後自分の解析にスネークメイクを使いたいってなったとき、まずそのツールの仮想環境イメージの検索先としては、まあこういったものがあるわけで。なんでまあ自分で入れようとせず、まあこういうものを使うっていうのを進めました。まあバイオに限らず Docker Hub とか、クレイとかシングラリティ Hub っていうのはまあいろんなツールを、Docker イメージ化、シングラリティイメージ化してますし、あとバイオに特化して、たところだとバイオコンダ、バイオコンテナ。しかもバイオコンテナはドッカーイメージもシンギュラリティイメージも両方作ってるみたいで、特にシンギュラリティイメージは、遺伝系のスパコンでも、使ってるみたいですね。あとは、先ほど紹介したスネークメイクラッパーズっていうのもまあ使えるっていうのもあるので、ここら辺を使ってればまあツールが動かないっていうのは、かなり減るんじゃないかなと。思います。減るんじゃないかなって言って、ないと言い切らなかったのは、動かないツールがイメージ化されてた場合は、やっぱり動かないっていうのがあって、
まあ、それはこの前なんか僕は経験したことなんですけど。はい。なので、あとは、そうですね。Macflow でコードの再現性は向上させることができると思うんですが、データの再現性ってのは現状難しいと思いますね。で、考えられる工夫としては、データが公共データベースにあるんであれば、まあ、wget とか call とかで取ってこれると思いますけど、論文のその、著者がまあ、なんかすべての情報を公共データベースに置いてくれてない場合があって、でそういう場合、論文の著者に問い合わせをして、で、なんかメールでその関係するファイルを送ってくれたりとかするんですけど、そのやりとりは、なんかワークフローとして表現できないですし、そういう場合は、なんかもらったデータを、自前のサーバーとか、まあ、例えばドロップボックスとか、AWS とか、そういったところ、SE とかにおいて、コマンドで取得できるようにするっていうのが手かなと。でもっと厄介なケースとして、そのバージョンとか決めずになんか日々変更が入るタイプのデータベースっていうのが、まあ、バイオ業界にはあって、まあ、ユニプロットとかそうですけど、アクセスした日によってなんか、またページが変わっちゃったりとかあるんですが、まあ、そういう場合はまあ、データ取得日時や、URL とかまあ、書けるだけのことをメモして、あとはまあ、自分が使ったデータに関しては自前のサーバーにやっぱ置くしかないんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、それ以降はまあ、自分のデータに、の解析に活用してくださいっていうので、まあ、終わりました。はい。あ、じゃあ以上です。